上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。に引き続きゲストで北畑さんにお越しいただきました。本日は内定チャンネルのお悩み相談というところでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、企画内容としては就活生の悩んでいることや相談したいことに対して株本さんと田口さんに解決してもらうという企画です。事前にご用意していただいた質問に答えていきたいと思います。では質問をお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず1点目質問させていただきます。現在インターン選考、夏のインターン選考とかが始まっているんですけれども、もし田口さんと株本さんが今就活生で、かつ起業とかではなく就職活動をするっていった時に業界が定まっていない場合、どのようなアクションを取るかというところを教えていただきたいです。はい、じゃあ僕からいきますかね。定まってない場合ですか？一旦給料高そうなところにしますかね、それだったら。まあほとんどの人定まってないんで、定めるしかないんですよね、何かしら。だから定まってないっていうのは意外と甘えというか、定めようとしてないみたいなところもあると思うんで、実際なんだろう、僕も定まってなかったですけど、じゃあ研究職とテレビ局どっちがいいみたいに言われたら、まあさすがにテレビ局かなみたいな、定まってない風で意外と自分の中でなんとなく序列ってあるんですよ。それを羅列してったら意外と定まってるみたいな、そんな感じです。僕は。田口さんどうですか？そうですね、仮説を立ててとりあえず受けに行くってことだと思うんです。もちろん時間のある限りはたくさん受けてもいいと思うんです。で、自分がいいなと思うところがどういうところにあるのかを探しに行く旅でもあるので、頭で考えてるよりは行動して、できるだけ例えば説明会とかインターンの選考を受ける中で自分がこの業界興味あるなとか、業界理解をしたりとか、そこで働いてる人たちの話を具体的に質問をたくさん持って当てれば、あ、こういう興味関心が自分があるかもとか、こういうのはやっぱないかもっていうのが明確なので、まあ、今あるかどうかよりは固まるように活動していくってことが一番大事かなというふうに思ってますと。で、あともう一つは、おそらくじゃあインターンシップ本当に自分が興味あって受けたいな、受かりたいな、その後の採用に関してもここに興味がありますってことを考えた時に、そこが一番最初に受けに行く会社だったらおそらく落ちるじゃないですか。だから体験とか経験が初めて行って多分大体うまくできないじゃないですか。ってことはそこに受けるまでにいくつかいろんな経験をしとかないと、あ、選考ってこういうもんなんだとか、こういうふうに対応していかなきゃいけないんだって分かった上でそこに多分行かないといけないので、かっこ仮でこの辺興味あるなっていう会社の前に、興味あるかどうか分かんないけど挑戦も含めてチャレンジしとこうっていう会社をいくつか受けて、インターン活動とかその採用活動自体がどういうものなのかをまず理解することも体験しないといけないので、そういう時間でもあるかなと思いますので、その2つを考えながら多分まずは活動することが一番大事かなって僕は思います。ありがとうございます。じゃあ次に2点目の質問をさせていただきます。株本さんと竹地さんは就活生時代どういうことを考えて、なんかどのように就活を進められていたのかなっていうところをお聞きできたら嬉しいです。僕はそのよくまあ動画でも話すんで大枠は割愛するんですけど、1社目は超ドベンチャー企業に行ってるんですね、 4,5 人の。しかもそれ大学3年生の時からずっと2年間インターンしてた場所だったんで、そのままそこに就職してるんですよ。ただいわゆるみんなが就活してる時に、そのベンチャー以外のところも一旦説明会ぐるっていろんな会社もあったりとか、一応就活とかもして、あんまテンション上がんなくて、やっぱ今インターンしてるとこが一番いいなみたいな、まあ、今振り返って思うと結局どこ入ればいいかってより、本当になんか自分がそこで面白いかどうかって本当自分次第みたいなところもやっぱあったなっていうのがすごく思うことなんで、ベンチャー企業が良かったってより自分がそこである程度こう評価されたりとかして居心地が良くなって本当に楽しかったなって今でもやっぱ思うんで、そういう意味では就活の軸というより、自分がどこだったら活躍できそうかみたいなところの方がいいのかなと思いました。じゃあ田口さんいかがでしょう？私もですね、就活の時はいろんな会社希望してましたし、オービーホームもたくさんしましたと。ただ企業って、僕の場合は企業ってどういうもので成り立ってんのかなと思った時に、社員は必ずいるので人の部分か、会社はお金が必要なんでお金の部分の両方のどっちかが必要だろうなって思った時に、どっちかのプロであれば多分一生食っていけんじゃないかな、企業内だろうが独立しようがと思った時に、まあ、当時僕はどっちかというと人の方に興味があったんで、人側のプロになれる会社はどこに行ったらいいのかって考えて探したっていうのがきっかけですね。で、その視点でいろんな会社を回った時に、たまたま一番面白かった会社に出会ってそこに入ったっていうのがありますと。軸ってたくさん持ってていいと思うんです。一つの軸で受けに行ったらこういう会社だし、自分の中に多面性があるんで、こういう軸で受けたらこういう会社ってあると思うんで、何個かのまず軸を持って受けに行くってことが一個大事だなっていうふうに思っているのと、でもう一つは軸自体も将来どうせ変えたりもできますし、あんまり気にするほどでもないので、その軸に縛られて
じゃあ決める必要があるのかと言われたら、いや実際フラッと行ってみて、行ってみたらなんか意外と面白いかもみたいなこともあり得るので、やっぱりその意外性も含めてこの就活という場所を使って、インターンという場所を使ってでもその視野を広げたりとか出会いを見つけるっていう活動でもあるかなと思いますので、絞ればいいこともありますけど、絞らなくてもいい場合もあるんじゃないかなというふうに思って活動するのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さんなんか熱心に何やってるんですか？ DYM 就職です。私もグラビア一筋で頑張ってきたんですけど、気づけばもう30で、うん、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね。もちろんでございます。阿部さんがおっしゃっていたように、今絞れてないっていうのは逃げたなっていうのが結構刺さったので、今後の活動にお二人のご回答を活かせれたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。まあ転職できるんで、基本今終身雇用とかほぼいないんで、初彼女みたいなもんですよ初彼女を婚活だと勘違いしてる人やっぱ多いんで、サクッとなんかどこでもいいから一旦入ることで自分の軸がまた定まったりするので、あんま気負わずにっていうのがいいのと、あとやっぱり憧れの仕事とか会社に入ったとして、そこでどんだけ憧れだったとしても入った後結果を出せないとか活躍できないってなると、要は社員の中で下位1割の成果だと地獄なんですよ、そっから先。なので意外と入った時の嬉しさより、その後自分が活躍できるかどうかの方がよっぽど大事というか、部活とかで一番下手扱いをずっとされた時の、部活だったらまだいいんですけど、会社だとやっぱ給料もらってってんのに何なのってやっぱなるんですよね。なので活躍できるかどうかの軸の方がやっぱり大事だと僕は思うんで、結構就活生入った時のきらびやかな感じとかを優先しがちなんですけどね、結局活躍してる方がずっとベンチ温めてるというか、ベンチにも入れないとかより自分がレギュラー入ってる方がやっぱいいんですよね、人生の単位で考えると。そうするとどういう時に自分は結果を出せるのかみたいな、例えば僕だったら好きなことを努力してる時ってやっぱ結果出しやすい感じだったので、好きな仕事は何だろうとか、やってて楽しいことは何だろうっていう軸でやっぱ考えて、2社目が結構きらびやかなコンサル会社に転職したんですけど、それ結果全然出なくて地獄だったんですよね、そっから先が。入った時のテンションの上がり具合で言ったら2社目の方が高かったんですけど、結果が出せないとやっぱ地獄っていうのも経験したんで、やっぱ向き不向きというか、自分が好きなことだったりとかっていうところを選ぶと僕はいいかなっていう感覚ですね。河本さんが言っていただいた通り、うん、大学生とか、まあ、高校もそうですけども、どちらかというと学びに行って入るのがゴールじゃないですか。で入った後って別に学べばいいから、別に上にいようが下にいようが別に食らいついていけばなんとかなるっていうことじゃないですか、卒業さえすればいいので。でも社会人はどちらかというと学びに行くわけじゃなくて、パフォーマンスを出しに行くので、やっぱりいかに自分が活躍できてパフォーマンスを出せるかって場所に行かないと、その組織とか会社に入るやっぱ価値を自分も感じなくなるし、多分入った会社側もそう思ってしまうので、できるだけ自分がパフォーマンスを出し続けられる場所、好きでずっと続けられる場所、そういうところに行った方がやっぱり仕事としてはいいと思います。なぜかというと結局そこで評価を受けて給料が上がるかどうかとか、自分がよりやりたいことの仕事に例えばできるかどうかって全部パフォーマンスなの で、受け身で学ぼうとしてると永遠に学ぶっていうことはパフォーマンス出してない人なんで、おそらく自分の夢も叶えられないし機会も与えられないですけども、なんでどちらかというと仕事はやっぱりそういう風な意味で自分が活躍できる場所を探していくってことが一番大事かなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで北田さん、お悩み相談室でした。ありがとうございました。ありがとうございました。